ほら、穂良松寺は、山形県長井市にある、総統州の寺院。三号は三宝山。本寺は、南陽市上野の森沖院。本尊は、釈迦如来。応仁年間、随流院後明の一人月草聖院によって、草岡光森に開かれたが、火災で消失した。草岡村と肝心大村の境にあったことから、村坂争いに巻き込まれたのではないかという見方がある。 延京三年、十二世、月寒高雲の時代に、現在の草岡新町に移転、高瀬八兵、高瀬寺兵を回帰として再建された。十六世文明王衛門は、養蚕のネズミ除けを祈願し、赤地蔵堂を建立した。この前の広場が長い間、村の引導場となる。その三年後の寛演二年、米沢の廃人中村宇宙が訪れ、その時の様子を、 ほら、松寺の木に記す。その見晴らしを、長望群れを離れ、家計紙を得たりと絶賛したことから、絶景の地として知られ、文政12年に、米沢藩主、上杉成貞が訪れた。時報の、明覚老の額は、佐賀の儒学者小賀国道によるもので、成貞の記録にも記されているが、どのような経路で、ほら、松寺にもたらされたものかは不明である。 現在の豊か峰拓也で33代である。ありがとうございます。